左から、大学協会、中央、フランツィスカーナー協会、ザンクトペーター協会、中央ホーエンザルツブルク城、右、真相なった、モーツァルトのための劇場、その左にフェルゼンライト州裏の入り口がある。モーツァルトのための劇場、旧ザルツブルク祝祭小劇場は、オーストリアのザルツブルクにある劇場。2006年、モーツァルト生誕250年を記念して、 モーツァルトのための劇場と解消された。なお、日本では、モーツァルトの家とも呼ばれる。1960年に完成した隣接する、祝祭大劇場とともに、ザルツブルク音楽祭の主会場である。モーツァルトのための劇場、モーツァルトのための劇場1924年、ザルツブルクの建築家、エドワルト・ヒッターにより、ザルツブルク宮廷の救急車が改築され、 最初の祝祭劇場を使用した、フーゴフォン・ホーフマン・スタールの神秘劇が、マックス・ラインハルトの演出で開催された。翌1925年には、すでに、クレメンス・ホルツマイスターによる改修が行われ、現在まで続く、祝祭劇場の重要な利用目的、つまり、ドーム広場で開催される、イエーダーマンが、雨天の場合の上演場所が確保された。同年、祝劇場で、 ブルーノ・ワルター、カール・ムック、フランツ・シャルクの指揮による3回のウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の公演が行われた。祝祭劇場での初めてのオペラ公演は、1927年ベートーベンの没後100周年にちなみ、フランツ・シャルク式、ウィーン国立歌劇場の出演で、フィデリオが上演された。1936年の改修記念として、再びフィデリオが、 トスカニーニの式で上演された。ちなみに、両方の公演とも、ロッテレーマンがタイトルロールを歌った。1939年の改修記念として、カール・ベームの式によるリヒャルト・シュトラウスのバラの騎士が上演された。1960年祝祭大劇場の完成と、ともに、これまでの祝祭劇場は、祝祭小劇場と解消され、モーツァルトのコジファン・トゥッテや、 リヒャルト・シュトラウスのナクソス島のアリアドネなどの比較的小規模のオペラの舞台となった。1963年の改修記念として、ロリン・マゼールの指揮によるモーツァルトのフィガロの結婚が上演された。この時点でのホールの規模は1324の座席と60の立ち見席である。2006年ルクセンブルクの建築家、フランスはバレンティニにより最も新しい改修が、 行われ、これまで長年の課題であった、フェルゼンライトシューレと、祝祭小劇場の同時使用が可能になった。改修記念公演として、ニコラウス・アーノングールの式による、フィガロの結婚が上演された。また、モーツァルト生誕250年を記念して、祝祭小劇場は、モーツァルトのための劇場と改称された。客席は拡張され、現在の座席数は百九十五席。 立ち見積八十五である。なお、日本では、モーツァルトの家とも呼称されるが、モーツァルトの成果あるいは、モーツァルトの住居と紛らわしいため、より的確な名称が望まれる。NHK では、モーツァルト劇場と呼んでいる。ありがとうございます。